日本大分県日田市熊町亀山公園歌詞から見た熊町熊町は大分県日田市街南部に位置する熊地区一帯を指す古庄。元はひくま城の城下として開かれた地区である。日田温泉街とは熊町三熊川沿岸2960年頃に形成された温泉旅館街のことである。本校ではかつて同地域に所在した同盟の自治体についても述べる。 亀山公園山頂付近から見た、熊町。中央右に見える大屋根は、寺町通りにある、岩正寺本堂文六三年に、宮城豊生が築いた菊間城の城下町として、形成され、慶長元年に、毛利高生によって、現在の町割の原型が築かれる。当時は、現在の中本町、熊一丁目、二丁目を二重の堀と土塁で囲み、 要所に木戸門を設けて、朝夕に開閉していたと言われるが、安永7年の大会以降に土塁などは除去されたと言われている。江戸時代には商人町として賑わいを見せる。三熊川河藩では、天南年間から杉丸太のいかだ流しが始まり、木材関係の商家が軒を連ねていた。中海省であった鍋屋森家は18世紀前期から後期にわたり、諸国軍へ、 秋内の手を伸ばした商家で、掛屋も営んでいた。18世紀後期から、吉井や田主丸等の地方の大町が成長するにつれ、中海商業は衰退していき、文化、文政、完成は、不況が続いた。また、安永、文化、文政と、しばしば火災に遭い、特に文化12年の大化は悲惨であったと言われる。豆田町同様に、古い商家が立ち並ぶ。 いわゆる古い町並みであった。特に川端に立つ町屋は、川に張り出すように、敷地いっぱいに建てられている。間口は三軒程度で、奥に長い構造の家いわゆるうなぎの寝床が多かった。近年では、復古形式で町屋の佇まいをできるだけ再現した住宅や商店もあるが、取り壊しや一般住宅などへの建て替えは続いている。ありがとうございます。